はい、どうもあゆ太郎チャンネルのあゆ太郎でございます。皆さんお疲れ様です。今日はですね、1000人突破しましたっていう報告の動画を上げたんですけど、その時質問コーナーを設けたんですよ。てかもう昨日かな昨日アップした動画ですね、質問コーナーを設けたんですけど、まあそれはまだ引き続きどしどしまだ募集してますんで、でまた1週間後2週間後とかちょっとわかんないんですけど、どんどん答えていこうかなと思ってるわけなんですけど、最近ね、あゆ太郎のツイッターとか LINE アットとか、まあコメントでもそうなんですけど、ソフトテニスについてのコメントが今すごい今溢れ返ってまして、まあ大変ありがたいことなんですけどね、その多くがあゆ太郎の中学時代、高校時代、大学時代の成績を教えてくださいっていうのがすごい多く来たんですね。なので今日はね、ちょこっとだけ紹介しちゃおうかなと思うわけです。で、あゆ太郎結構ね、意外と小学生の頃からの賞状とかメダルとか取ってあるんですよ、全部。なんでそれを今日ね、ちょっと紹介していけたらなと思います。はい、じゃあまずですね、賞状、今までもらった賞状から紹介、何個か思い出に残ってる賞状を紹介したいと思うんですけど、別に優勝したから思い出に残ってるとかじゃないんですけどね、すごいこれはすごい思い出に残ってるなとか、かなりあるんですよ、もう。小学生の頃から僕やってるんで、で、ちゃんとこう、名前は見せられないんですけど、こういう感じでパウチして綺麗に撮ってるんですよ。ちょっとね、まぁ、学校名とか入っちゃってるんでね。まあいいんですけど、まあ一応ね、なんかこんな大量にあるわけですよ、賞状が今。小学校、中学校、高校、大学とね、まだこれ以外にもね、賞状が倉庫に今あるんですけど、今手元にあるのが、すぐ出せたのがこれだけだったんで、小学生の頃のもあるからね、なかなかすごくない？小学校の頃から撮ってるって。まあ高校の時の思い出の賞状って言ったらやっぱこれですかね、一枚は。そう、別に県外で勝った試合とかもまああったりとかも、いろいろまあいろいろな試合はあったんですけど、僕の中ですごい一番嬉しいなと思ったのがこの賞状です。あれだったらモザイクの描き方がわかんないんで手で描きさせてください。こんな感じですね。これはですね、あ、そうそうそう。僕一応神奈川県の高校だったんで、もうこれ見ちゃえばわかるんですけど、一応ね、僕神奈川県ランキング1位でして、最後の3年生の時、その神奈川県ランキング1位の時の賞状でございます。これがね、すごい一番嬉しかったかな、僕的には。ちなみに関東は、最後の関東大会は僕は2位でした。負けちゃいました、決勝で。そんな感じでいろんな思い出の詰まった賞状たちがあるわけなんですよ。あと、まあ実績的に言うと、実績も教えてくれっていう、なんかメッセージも多くいただいたんですけど、まあ、一応まあさっき神奈川県ランキング1位、関東は2位で、インターハイは2年3年で出場しており、3年の時団体、全国選抜、インターハイもしっかり出ております。そんな感じですかね、高校は。で、インターハイは全然勝てておりません。そんな感じの経歴でございます。だから高校の時はそんなすごい全国で活躍したとかはなかったですかね、あいたらは。懐かしいな。はい、じゃあまあこんな感じで、思い出に残る賞状の紹介と、まあ経歴ですかね、高校の時のは以上にして、あとトロフィーとか、なんか家にありますかとか、質問が見せてくださいとか、すごい LINE アットの方のメッセージで来ましたので、今回特別に1回だけ生配信でちょっと見せたことあったんですけど、ここに見せたいと思います。じゃあここに今ボンって出すんで、はい、こんな感じになってますね。ちょっと入りきんなかったんですけど、ちょっと今机に置ける分だけ置いたんですけど、なんかこう見ると結構あゆ太郎頑張ってたんだなと思って。まあこの中でもね、まあちょこっとだけ、ちょっとあゆ太郎見えてる、これ思い出に残るメダルを紹介したいと思います。一番思い出に残ってるのはこれですね。優勝した金メダルではないんですけど、これは僕がソフトテニス始めて一番最初に小学生の頃もらった銅メダルなんですけど、これがすごい嬉しくて今でも覚えてますね。初メダルですね、あゆ太郎の。小学生の時に県大会3位になった時のメダルです。これがどの優勝したトロフィーとかよりも一番嬉しかったの覚えてますね。メダルもなんかね、形がみんな似てるからね。あとは国体とかもいろいろあるんですけど、まあこんな感じになってるわけなんですよ。じゃあちょっと一回これしまいましょう、一回。戻れ！よし！綺麗に片付けたところで。なぜ今、まあね、まあ別に自慢したいとかではなかったんですけど、まあいろいろこういう要望をせっかくいただいたしね、少しでもあゆ太郎のことをみんなに分かっていただこうかなと思ったわけで、ちょっとね、こういう紹介をさせていただきました。でね、なんか結構質問とかで、僕もソフトテニス頑張りたいですとか、国体選手になりたいですとか、全国で勝ちたいですとか、すごい熱い思いを
メッセージを送ってくれた中学生の子たちがいっぱいいまして、もうそういうメッセージがもうすごい嬉しくてですね、そういう今思いに満ち溢れた中学生とかがいっぱいいるんだなと思って、すごい皆さんのことを僕は応援してますんで、君たちなら絶対できる。それがね、例えば全国が目標でも、県大会が目標でも、地区で優勝することが目標でも、人それぞれ目標何でもいいと思います。まあ、少しでもね、自分の目標を一つずつ叶えて夢に向かって頑張っていきましょう。あゆ太郎もね、最初から上手かったとかじゃないんで、もともと運動神経本当に良くないん で、中学校の時も全然そんなに本当に活躍してなくて、ギリギリもう関東大会目標だったんでね、最初は中学生の頃は。でギリギリ自分の目標であった関東大会に、出場できたんですけど、その時に思ったのが、ああもうちょっと目標高く設定しておけばよかったなっていうのはすごい自分で思ったのを覚えてるんですよ。それから全国っていう目標に高校に行って変わったわけなんですけれども、なんでね、自分の設定した目標より1個2個上の目標を設定してみてはいかがでしょうか、皆様。そう思いましてね、やっぱ自分の目標であった関東大会に出場した時にね、もうなんかふわふわしちゃって、自分が関東大会に出た時もう1回戦負けとかで終わって、すごい悔しい思いをしたので、これからまだまだちょうど冬のシーズン休みも続くと思いますが、この間にねライバルたちに差をつけちゃいましょう。家でできることもねいっぱいありますので、ではでは今日はこの辺で、長々とありがとうございました。この辺で今日の動画を終わりにさせていただきたいと思います。でまたソフトテニスの動画もちょくちょく上げますので、温かい目で見守ってやってください。あとはね、あゆ太郎も今後目標が1個できました。 YouTube 界のねナンバーワンソフトテニスプレイヤーになろうかなと思うわけですよ。実力じゃ負けないぞってところ、あゆ太郎もこれから頑張りますので、皆さんも一緒に頑張っていきましょう。あとはね、もうあゆ太郎のチャンネル、前も言った通りソフトテニス以外の動画もねいっぱい上げてるんで、そちらの方も見てくれたら嬉しいかな。ではこの辺で本当に終わりたいと思います。ではまた、バイバーイ。バイバーイ。